その話聞いたなって思う話何回か聞くことある、最近えまたって思ったうん、そういう時って、ね、まあ嬉しかったんだろうなっていう感じするんだけど、あ優しいね、それ、うん、犬の話同じ話もう10回近く聞いてくる、未だに嬉しく話されるもんな。犬犬の話、いや最近犬が可愛くてさーっつって、あーってまた新しいエピソードかなと思ったらまるまるやってさーって一緒に寝てたってさーって話を聞いて、うーん、あれこれ期間聞いたことあると誰いやもう本当に増えてるけど、まあまあやっぱりそんだけやっぱりでもペットにね可愛いから、まあ、しょうがないなと思ってる、わかる、うんうん、めちゃも最近一緒に寝てさめちゃめちゃ可愛くて、はい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 、はい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 、なんだっけあのコロッケやったっけ、だいたいそう、え、だいたいそう、だいたいそう、え、なんだったっけ、いや本当に、そんな名前だったっけ、コロなんたらじゃなかった、あーだいたいそう、惜しい、だいたいそう、はい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 、じゃあコロッケということにしといて、じゃあコロッケ、人の犬の名前はお待たせー、ありがとう、 Thank you。 でも犬はいいよね、猫もいいけど、てかまあまあ動物はみんな可愛いね、正直な話ね、可愛いね、可愛いかに動物いねえわ、動物が